はい、こんにちは、ちちちゃです。それでは今回はベータテスト版ではあまり役に立たないんですが、製品版が発売された際非常に役に立つ可能性のある情報をご紹介させていただきたいなと思います。木の上に虫がいるのはお分かりですか？この虫、手持ちの捕獲ネットを使って捕まえることができます。 L2 ボタンで捕獲ネットを構え、 R2 で捕獲です。ドスヘラクレス、立派な角を持った大きな甲虫。古代樹の森には7箇所の生息ポイントがあると考えられている。ドスヘラクロスってモンスターハンターシリーズで非常にレア度の高い虫で、武器や防具を作る際に、まあ、結構使ったりするようなモンスターじゃないですね、失礼しました、虫なんですけど、今回ですね、このドスジャグラスのクエストで7箇所ドスヘラクロスがゲットできる場所があるということなんで、そこの場所をご紹介させていただきたいなと思います。と言いましても私は場所分かってないので今回はミラちゃんにね、先行していただいて、一緒に、皆さんと一緒にね、探していこうかなと思います。2匹目は、この辺りに、いるみたいですね。いました。これでも、言われないと本当にわかんないな。めっちゃ溶け込んでる。よし。古代樹の初期位置キャンプですかね。初期キャンプ。あそこから取れるドスヘラクレスはこの2体です。そして3体目はファストトラベルをした方が早くゲットできますね。で、今回のファストトラベル先はこちらです。北西キャンプ。それでは3匹目、探しに行きましょう。よっ。いやー、皆さんは古代樹キャンプというか古代樹の森、覚えました？地形。私ね、このマップだけはね、あ、いました。3匹目いましたね。とりあえず捕まえようかなと思います。このマップはね、上行ったり下行ったりなので、まだね、全然覚えられてないです。結構ね、上下があると、厳しいなぁ。3DS マップになると厳しいなぁ。結構他の砂漠とかは、まあ、高低差そんなになくて、高低差はあるんですけど、こう上に登ったり下に登ったりっていうのが結構少ないので、スルッと頭の中に入ってはくるんですが、この古代樹キャンプだけは未だにマップが全然把握しきれてないですね。4匹目はこの先にいるみたいです。あー、うっそうとしてる。もう私今自分がどこにいるかわかんないもん。いました。いましたか。見えます？ちょっと見えづらいですけど。ここにいます。はっ。ゲット。そしてまたファストトラベルしますね。次は、こちらです。古代樹キャンプに行きます。リオレウスを討伐しに行くときに一番近いキャンプですね。そして、ここがちょっと慣れないと大変なんですけど、はっ！これ。そんなに大変じゃないんですけど、ちょっとこう、落ちちゃうとめんどくさいことにならない、なるので、落ちないように、行きます。で、この先にね、ちょっと変わった場所があるんですよね。よっと、行ったこと
ない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、順調ですか？ここの上にターゲットの痕跡を集めてシルベムシについていきましょう。やった、もうちょっと上か。アイル・メラルの集落的なものがあるんですよ。ほら、で、ここにいます言われなきゃわかんないよ、こんなの。まずここ来ない、しめったにモンスターが来ない場所なんで、このエリアに来ることはあんまりないんじゃないかなと思うんですけど、ヒイ、オッケー。こんな感じでテトルーかな、アイルじゃないかな。じゃあまたファストトラベルで北西キャンプじゃないですね、古代移住キャンプ、北東キャンプに行きたいんですけど、ありました、北東キャンプに移動します。どこだ、いた、ここを飛び降ります。やっぱりファストトラベルってかなりいいですよね、便利。ただ個人的に改善してほしいなって思うのは、大型モンスターに見つかったらファストトラベルできないのはわかるんですけど、小型モンスターとの戦闘中もファストトラベルできないっていうのは、なんかちょっとなんかこう、ちょっともうじゃもうないんですかみたいなね、あの小型モンスターの戦闘でもこうシルベムシがいなくなるのもすごい不便だなと思います、ということでいました。で、続きましてはまたファストトラベルですか、わかりました、ファストトラベルで北東キャンプにもう一度戻ります。あと一匹なんですよね、この古代樹キャンプには7匹のドスヘラクレスが存在するので、落ちすぎたこれ落ちすぎたやつちゃうか、あ、オッケーです、こっから登ります。猫が登ってったからね、残り1匹なんとかゲットしたい、よっとよっと、よし、はあ、いやー、ツタをするときすごいドキドキする、これ失敗したらどうしようって、よっと、さあラスト1匹は、あれ、登れた、ほっ、よし、どうですかラスト1、あ、迷ってますね迷ってますね、ここら辺にいるのかな、ちょっと私も肉眼で確認を、あ、戻った。ただドスヘラクレスに関しては肉眼でちょっと探すのにはなかなか骨が折れそうですよね。うん、よいしょ、私も先行してもらわないと全然わかんないだろうな。上か、どこ行った、ミラちゃん、あ、いた、お、いました、最後の一匹、蜂蜜もありますね、よっ、こんなの見えないよ、まあでも見えたら見えたでね見えたら見えたでこう自然さがなくなってしまって、世界観がどうのこうのってなるかもしれないですね。蜂蜜美味しいです。ということで、ドスヘラクレス7匹無事ゲットしました。これ本当に武具の強化などで必要になる可能性が非常に高いので、皆さんも発売前にぜひ場所を覚えてチェックしといていただければなと思います。ということで今回は以上です。最後までご視聴誠にありがとうございます。励みになりますのでチャンネルの登録よろしくお願いします。そしてチャンネル登録がお済みの方は高評価ボタンのポチッお願いします。
またねー、バイバーイ。なかなかターゲットが見つかりませんね。シルベムシや生態マップをよく確認しましょう。